ーティーナ、陽気な男の入場であります。正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。頸動脈を締め上げてまいります。組み合います。逆に振り返して、いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。ブロックします。腕を捉えます。あっとエルボー、足を抱えます。スリーパーで締め上げます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。足を取ります。ああこの辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね、投げ技を使う格闘技っていうのはね、どうしても受け身っていうのが必要不可欠なんですが、プロレスは柔道やアマレスと違って投げられたら終わりじゃないですから、そういうところがプロレスの大変なところですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。グーを打ち込みます。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。張ってまいります。足を抱えます。スリーパーホールドに入ります。足を取ります。足を殺してまいります。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。あっと裏剣だな。肩が上がります。エルボーを入れていきます。張ります。蹴ってまいります。抱えます。巻き投げで切り返します。引き起こします。ロックアップ、コーナーに振った。カウンターで返します。ドロップキック、組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。リング上は首4の字固めであります。
肘を打ち込んでまいります。逆に投げてまいります。行くのか、返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。キックを打っていきます。パンチで返します。蹴りを見舞ってまいります。バックを取ります。ジャーマン、綺麗な人間強、カウント2、返しました。一気にいくか、裏投げに転じる、体を預ける。3つは入りません。頭を掴んで膝にピンポイント集中砲火、裏カンナルで固める、返してまいります。張り手、張った、出すぞ、ブリザードで投げていった。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、蹴り上げていく、ガチッと組み合った、すごい形相で締め上げていく。We'll be right back.